めですが配信を。なんかバラ来てるんだけど誰？てつさんありがとう。バラいつもと変わらぬお顔でした。お顔、あとリップの色もちょっと違うから今日はなんだろう、ライブとかではやらないメイクですね。やあ成田さん、やっほー。ライブでやらない顔です。やあやあ、昨日もありがとう。こちらこそ思い出思い出たくさん嬉しい、ありがとう、楽しかったです。落書き写メも楽しみにしてるね。この後書きますお楽しみにしてて。好きかな、好き嫌い、どっち。好きになってほしいな。12月こちらこそよろしくね。何かとトークポートお気に入り、いっぱいなんか一対一でお話できるからいいよね。分かり目が深し。ライブで絶対こんな顔しないんだけど。こんな顔っていうかこのメイク、ライブだったら多分絶対しないね。うん、わらわらって何、わらって何なんだよあと1ヶ月こちらこそ2020年のうさあらめも残り1ヶ月となりました。至らぬ点の方が多いですが、ぜひたくさん愛してください。今度はたくさんトークポートはお待ちしてます。めいちゃん好き好きな1年でした。まだ終わってないよ1年あと1ヶ月あるよ。かわいい、ラブラブ、ありがとう、ラブラブラブ。照れてるんだよ、照れてるの、照れ照れ照れ。めいも照れるからお互い様だ。すぐ照れちゃうのよね顔に出ないけどちゃんと照れてるよ。めいちゃんにたくさん幸せをもらっているよ。残り1ヶ月でもっと渡せたらいいよね。頑張る、なんか頑張るの4文字をよく使うんですけど、言葉としてはあまり得意ではないんですが、でも頑張ります。そうだよ、もう12月だよ。そうか、12月か、12月だよ。今年はお世話になりました。こちらこそ、まだ1年あるよ、1年はないや、1ヶ月あるよ。早起きだから寝るね。おやすみ、明日も仕事頑張って。大好き、ありがとう、ラブだよ。今までお世話になりました毎日ありがとう。こちらこそめいちゃんに出会えてよかったよ、ありがとう。こちらこそ出会ってくれてありがとう。いつも伝えてる、本当に皆さん出会ってくれてありがとう。私の人生の中でみんなに出会えてることはすごく、なんだろう、財産だと思っています。ありがとうございます。本当に俺も幸せをあげられるように頑張るね。ありがとう、待っている。大地期ありがとう、ラブユー、ラブユー。良いお年を。そうだね、まだあと1ヶ月あるけど、あと30日後の会話みたい。先取りを、会話の先取りをしていこうと思って、まあいつも思ってることなんで、出会ってくれてありがとうは、まあなんやかんやでね、今年ももう1年になりましたけど、もう1年かって感じ、早っ。なんか2020年はオリンピックイヤーだからって思ってたんだけど、オリンピックも延期になって、なんかね、活動も満足にできない時期もありましたけど、まあそれを取り戻すかのごとく、この1ヶ月は頑張りたいなと思いますので、応援よろしくお願いします。今週中に送ります、ありがとう。ちゃんと届いてればいいな。おやすみ、ありがとう、ちゃんと届いてるよ。おやすみ、いい夢見てね。早いね、早い、めちゃめちゃ1年があっちゅう間ですね。来年はメイタの誕生日をお祝いしたいなね。来年の7月18日は
もう今から開けておいてください。なあ、おやすみ、おやすみ。コロナで自粛期間がねあったからしょうがないんだけど、でもそれによって出会えた方もいるし、逆に会えなくなっちゃった方もいると思うんですけど、この配信とかも通じて出会えた方もたくさんいると思っているので、今後もいろんな方に出会える人生でありたいなと思います。マイナスとかね、逆境も逆手にとってね、頑張りたい。おつめいたん、ありがとう。手帳には書いてある。ありがとう。夢で会おう。いい夢見ろよ。来年こそ遠征。のぞちゃん、来年こそは待ってるよ。最後に一言。めいちゃん、ラブです。ラブです。ありがとう。僕、配信からだね。配信からの方もいるし、なんだろう、ライブからの方もいるし、なんか出会ったツールとか、タイミングとかは、さておき、関係なく。何しても出会ってくれたことが嬉しいなと思います。アイドルしてなかったらみんなと目を合わせることもないと思うから。今月のチーム分けが出たね。今月も楽しみにし、チーム分けが出た、何のだろう。一瞬見に行こう。ちょっと一瞬見てくるね。あんましね、ちゃんと見てないのよあ、間違えた。じゃん。お、今月のチーム分けはどこだ。あれか、リリースイベントかな。あ、リリーベ、私 B です。今回 B です。大好きなので地球の裏側から見守っています。ダメだよ、近くにおいで。暗い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 、どう暗い。私は好きなの。セミのツイート、あん、なるほどね。私はバンゼイハウスの2人と一緒になりまして、まあまた変わると思うんですけど、このチームで次は頑張りたいと思います。誰と一緒。メイ、ジュリー、ササ、あとコマも一緒だったっけな。なんか毎回変わるからあれなんですけど、A チームがふみ、りま、まりや、れな、しおり、くう、あいり、まいか、める、はるな、まこで、 B チーム、私のチームはめい、ジュリア、さや、ささ、ジュリ、ササ、コマ、アユ、ユーミ、サヤ、エミのアン、ミオ、ノノカです。だから、メイはササとユーミちゃんとミオは前回と一緒ですね。前回と一緒。そう、バンザイハウス揃ったんですよ、今回。また明日。ハウスが揃うことになるとは一回も思ってなかった。え、やばい。あ、よしぽん、あ。何がやばいか分かったよ、これ。あ。あーしか言わないけど、あ。まあね、12月もよろしくとか言ってるけど、この配信11月30日分やねん。また。配信曜日とかもね、公式のね、配信曜日とかも変わっちゃうかもしれないから、まあここから1ヶ月、2020年よろしくお願いいたします。たくさん会いに来てくれたら嬉しいなの気持ちです。お願いします。それでは、あ、会いに来てっていうのはライブもだけど、配信とかでも会いに来てくれたら嬉しいな。遠方の方は特に。お手柔らかに。あーい。ということで、そろそろ配信終了します。明日から12月1日ですけども、皆さんにお会いできるのをすごく楽しみにしています。
以上、バンジージャパン石川県の伝道師リーダーの吉原芽衣でした。また2020年ラストで、ラストマンスよろしくね。バイバーイ。おつめいでした。おやすみ。頑張ろうね。頑張る。おやすみ。おやすみ。バイバイ。